皆さんこんにちは。本日のカープライブ、さあこのメンツでお送りしたいと思いますけど、今日は何のコーナーですか？本当ですね。今回はやっぱこうカープライブって今までさ、うん、古い車ばっかりこう紹介してきたわけよ。土屋さんはでしょ。そうですね、俺はね、ヴィンテージタイムでは、そうそうそう、俺はね、はい、俺は古い車好きだから、はい、今時の車って何乗っても一緒だから。ああなるほどなるほど、はい、だってこの辺走るんだったら何乗ったって一緒じゃん。土屋さんのテクニックで言うとそうなのかもしれません、ね、サーキットに行けば、はい、それぞれの個性は出るよ、はい、だけどその辺乗ったらさ、みんな今時の車なんか一緒だよ。まあディスってるわけじゃなくて、どれもよくできてるから同じ感じってことですよね。そうそう、はい、レベルが高くてさ、はいはい、こんなとこ乗っても分かんないじゃん、うんうん、だけど昔の車ってさ、こんなとこ乗ってもすぐ分かるじゃん。なるほど、個性の塊でしたからね。そう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 、だけど今回は違うの、はい、今回は今時のおそらく、うん、おそらくみんな自動車メーカーって電気メーカーになっちゃうから、うん、電動化を進めますよね。最後の車だと思う俺は。最後の内燃機、そう、スポーツカーですよね。もうトヨタ、マツダ、スズキがこの200万円台から売ってるっていう、うん、200万円台で買える、マニュアルの車ということでよろしかったですか？谷口さんが全部拾ってくれてありがとうございます。あなたは誰？はい、あなたは、はい、アズアズ知らないの？ですね、時系列で言うと先週知りました。本当に最近ですよね、谷口さんにこう認識していただいたのが。巷ではアズアズって呼ばれてるらしいよ。あ、そうですか。いや嬉しいです。、はい、土屋さんにも認識していただけたので。本当この動画がいつ出るか知りませんけど、時系列で言うと先週知りました。なんで知ったの？カープライブで。あ、カープライブで。なるほどね。彼女のコーナーにちょっとお邪魔させていただきました。はい、この車に乗ったの？オーナー乗ってないです。見ました、はい、あ、そう、初めてですよね、谷口さんが乗るの。オーナー、オーナー車、はい、そうなんです、はい、これ私の車なんで、今日お二人にたっぷり乗っていただきたいなと思って、はい、ね、マニュアルに乗る女ね、行かれてますよね。行かれてる。なかなかいい意味で、いい意味で。そうですか、はい、褒め言葉として捉えてよろしいですか、はい、という感じで、はい、今回のカープライブは今しか買えない車かもしれないコーナーです。どうぞ。さあまず1台目、はい、スイフト。スイフトですね、はい、スズキ。これはコスパいいよ。ですよね。そうですね、200万でこの軽快な走りだよ、うん、ね、はい、スズキは頑張ってる。とても頑張ってる。これで FR だったら俺も1台買ってたな。あ、やっぱ FF ですもんね。そう、 FF だからね、なんかやること少ないんだよね、うん、そうなんですか。そうそうそう、遊べる幅がやっぱ FR だと、なんかこうケツが出た時にいろんな技が使える。うん、 FF ってこうアンダーが消えるまで待つしかない、かオーバーステアを誘発させるしかないっていうね、うんうんうん、この車の所見表なんとなく喋ってもらってよろしいですか？所見表ですか、はい、はい、このスイフトスポーツなんですけれども、はい、まあ、スズキの中でもコンパクトカーで、まあ、かつスイフトっていうベースグレードがあるんですけど、まあ、さらにこのスイフトスポーツということでちょっとスポーティーな走りになっているモデルになってます。でエンジンが 1.4 リッターのターボエンジンを搭載していて、まあ、馬力は190ぐらいあるんですけど、まあ、車重が970キロぐらいしかないので、うん、相当楽しく遊べちゃう車なんじゃないかと思います。めっちゃ楽しいよこれは、はい、だってホットバージョンとかでも乗ってるじゃん、はい、全然いいよこれ、素でいいですよね、うん、何がいいって、もちろん電子デバイス、電子制御 ABS とか、まあ、そのトラコン的なものとかありますけど、うん、あんまそこまでむちゃくちゃ過保護で、全てもうこれ以上はダメって縛られてる感じではなくて、うん、まあまあ遊ばせてくれるんで、そう、そこら辺がすごく良くて、そこら辺が人気の秘密かなと思うんですけど、でアンダー出るとこはさ、はい、ものすごく高いレベルじゃん、はい、俺らが乗っても、はい、このスピードで行ってこのタイヤだからアンダー出てもしょうがねえなっていう、そういうレベルの車よ。なるほど。適当に作って200万円でいいよって出した車じゃないよこれ、はい、本当そうですよね、うん、そのぐらい熟成されてる。これを楽しんでる人たちがすごくいるんですけど、筑波サーキットとかでちょっといじるだけで、うん、そんなにもうもう街中では乗れませんっていうような仕様じゃなくて、うん、街中でも乗れるようなチューニングで1分2秒とか、うん、嘘で早い3秒とか
俺の86より早いじゃん。確かね、田中実さんって方1分1秒台いってると思うんですけど、なんでそんな早くなるの。本当ですね、何をいじったらそうなんですかね。何をやってんの。そんなに特別なことはやってなくて、やっぱチリツモでもう煮詰めて煮詰めて、タイヤもラジアルタイヤですし、で馬力がそんな出るわけでもないですし、そこら辺の本当に味付けでなんか出してるみたいですけど、あそう、はい、1分1秒2秒、はい、俺の AE86 ってフルチューンの220馬力で5秒だよ、はい、ですよ、ね、だからすごいスイフトスポーツ、豆子より速いかもしれない。速い、まさかの、はい、だけど、はい、本当にさ、もう今の時代さ、2030年からみんななんか世界中が電気自動車になっちゃうじゃん。そうですね、電動化はしていきますね。どこが自動車メーカーなのっていう。僕はその考え方は間違いだと思ってますけどね、うん、俺も思うよ。せめて、うん、内燃機、そのガソリンエンジンと、うん、ハイブリッドと、うん、電気自動車と、うん、まあ、せめて、まあ、333なのか、うん、50対50なのか、うん、じゃないと電気も絶対足りないですし、うん、充電とか も大変ですし、うん、で世の中ガソリンスタンドの人たちも困るし、うん、やっぱり給油のスピードは魅力じゃないですか。そりゃそうでしょ、充電の遅さに比べて、うん、3分ぐらいで終わるもん。であとはやっぱ災害とかいろんなところで弱いと思うし、田舎の方行ったら絶対そのね、その充電設備とか苦しいと思うんで、うん、まあまあこんな話はやめましょうね。だからで、はい、電気自動車だけなのは僕は反対ですね。そうですね、いや反対、はい、そういう中でこの時代にさ、はい、この3台は売ってるわけじゃない。そうです ね、はい、ね、だから俺的にはもうこの時代最後かなっていう、ガソリンエンジンは、うん、はい、それでまあ今回紹介するんだけど、はい、かわいいよね。そうですね、デザインもやっぱりデザインもいいし、いいですよね、走りもいいし、やっぱ女性から見ても結構かわいらしいので、デザインからしたらどう見ても僕からしたらスポーツカーじゃないんですよ。本当ですか。違う、ね、かわいい、なんか普通の、そうそうそう、女用車みたいな普通の車じゃないですか。確かに、なのに走ると結構走れるっていう感じじゃないですか、うんうんうん、それ結構いいですね。スポーツカーって言ったらこっちの方がスポーツカーじゃないですか。そう、見た目完全に分かりやすいですけど、うん、これなら、ね、まあ、お買い物車としても恥ずかしくなく使えちゃうかもしれない、ね、全然いけるよ、ね、これはね、ファミリースポーティーカー、あ、いいですね、うん、その表現。そうですよね、そっちはスポーツカー、はい、こっちは家族いるととてもじゃないけど使えないですね。2人乗りなんで無理ですね。こっちは4ドアですしね。そう、5人乗れますからね。そう、はい、そうなんだよね、かわいいよね、はい、いや、デザインもやっぱり、うん、いろんなところこだわりもあります。いや、どこも手を抜いてないんだよ、この車、うん、後ろのドアとかここにハンドルが、ドアハンドルが、うん、そうなんだよね、かわいいところについてたりとか、結構デザインもこだわって。ドアは普通に開くんですね、ガルウィングとかじゃないんですね。あ、違いますね。黄色とかはね、よくない、これ虫がすごく寄ってくる。すごい、虫は寄ってくるよ、蚊みたいのがついてますね、はい、そうなんですよ、この辺はちょっと我慢してもらって。いや、だけど本当よくできてるよ、うん、本当よくできてる。普通に後ろも席も広く使えますからね。そうそうそう、あ、違えた。はい、荷室も結構たっぷり容量ありますよね。全然いいよ、便利ですよね、うん、この背もたれ倒したら相当荷物入りますよね。入る、入る、全然入る。引っ越しとかできますよね。引っ越しはできちゃいますね。いや、この車本当に一石二鳥だよ。そうですね、うん、家族のためにもいいし、はい、一人でサーキット走りに行ってもいいし、そうですね、そう、楽しむには本当にいい車。いや、タイヤ詰めるの、まあ、お父さんが家族を騙して買いやすいですね、はい、そうまさしく、うん、スポーツカーって言わなければ奥さんは気づかないかもしれないですし、ね、いや、本当いいよこれ。だって200万でこれだよ、はい、なかなかないよ。めちゃくちゃお買い得です。そう、お宅の車なんか200万じゃ買えないんだよこれ。そうですね、ちょっと私の車はこれ高いんだよこれ。そう、一応競技車両ベースの NRA というグレードなんですけど、うん、ロールケージを入れてしまってるため、うん、それ込みだと300万ぐらいしちゃいます。なんでロールケージなんか入れたの。なんか走り屋みたいな。いや、サーキット走りたいじゃないですか。あ、なるほどね。一応あ、サーキット走るんだったらそうだね。そうですね、やっぱホロの車なんで、万が一ひっくり返った時ね、はい。そうですね。これの前は何乗ってたの。この前はゴルフに乗ってました。全然普通の車に乗ってました。ちょっと目覚めちゃいました。サーキットが走りたいと思って。そうですね、ロードスター買いたいと思って、はい、ロールバー入ってるのが欲しいと思ったわけ。はい、急になんか人生が180度変わってしまったので、これで降りてきたんだよ。降りてきちゃいました、神が。神が降りてきて、降りてきてこんな感じになっちゃう。でもこの時代でこの最後だから買ったんだろうね、きっとね、女性としては希少な。そう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 、そうですね、タイプですね、はい、はい、ちょっとレアだと思って。そりゃそうでしょ、スポーツカーでマニュアルだよ。そうなんですよね、うん、お守りついてんのこれ。ちゃんと交通安全にも配慮してお守りもつけて、ちょっと生活感出てますけど。
ここをつけてたらさ、はい、ね、ここにお守りがついてるわけですよ。それどこのお守りなの？これは私の地元の山形の神社の。山形の神社。あのね、はい、原担ぎってよく言うじゃん、はい、みんななんかレースする前とか、うんうん、なんか勝負事する前に原担ぐ人いるじゃん。そうですね。原担ぎって別にやってもいいんだけど、原担げなかった時に不安になるじゃん。確かに。あのなんかこう忙しくて、あ、やべえ今日原担ぎ忘れたとか。なるほど、ルーティーンみたいな、ね、いつもだったら俺は今日勝負の時は赤いパンツ履くんだとかいうのがね、あ、今日履き忘れたっつったらすごく不安になるでしょ。確かに。ここにこれやってると、はい、今度競技出る時はこれ取らなきゃいけないじゃん。確かに。ああ、そうだ、落ちちゃうから。そしたら急に不安になる。お守りがないから不安不安になっちゃうじゃん。だから考えた方がよくない？いや、すごい。レーシングドライバーさんってそこまで考えるんですね。ルーティーン作っちゃうとみたいな。あのぶら下げてるやつもこのお守りも全部競技出るときは取んなきゃいけない。取ります取ります。そしたら不安になるでしょ。本当ですか。なんか普段ね、鼻からその別の状態にしなくちゃいいよ。わかりました。谷口はどうしてんの？僕弦担がないです。弦担がない、はい、あの若い頃は、はい、レース始めたばっかりの頃は、はい、シューズは左から履くんだとかなんかね、やってたんですか？勝手になんかやってたんですけど、ある時から結局道具をどう使うかだけの勝負なんで、別にそういうのを弦とかはいらないんだよっていうふうに気がつきました。お守りとか買わないの？買わない。あ、いつも僕は寒川神社行って、うん、いつも2月4日過ぎたらちょっと行った辺に、あの家族行事として行かされます。はい、寒川神社。寒川神社、はい、いいんですね。なので一応毎年。だから谷口には合ってんの？そうですね。はい、俺はだけど。使えないですよ。使えない。もう地上波は使えないけど YouTube は使える。うまいことも編集してもらって。そうそうそう。だからこれもなんだかんだで300万じゃん。ロードスター忘れてた。ね、あ、急な話戻りましたよ。ロードスターの話忘れてましたね。なんだかんだでも300万ぐらいだいたい。はい、300万ぐらいで。はい、まあ、これもエンジンで言えば 1.5 リッターの N エンジン積んでまして、うん、まあ、馬力は130ぐらいしかないので、実はスイフトより馬力はないんですよ。遅いよね。はい、ただまあ車重は 1000キロぐらいなので、うん、乗り味で勝負ですもんね。そうですね。そうそうそう、気持ちよさ、普段乗りの楽しさ。石田さん、 NA、NB、NC、ND どれが好きですか？うん、あ、確かに。これは2リッター2リッター、NC ですか？うんうん、ですね。谷口さんもですね。僕も NC が好きです。やっぱり、ね、そうなんだ。スポーツカー、これもいいんだよ、はい、俺もいいんだけど、はい、入り口だけ FR なんだよ。うんうんうん、その後が楽しみがないんだよ。入り口がやっぱり気持ちいいけど、いその後軽いし、はい、パワーもないし、うん、あのコーナリングいいから、うんうん、すごくそうそう気持ちよくいけるんだけど、はい、もうそこからが踏んでいく、ピタッとこうなんかオンザレールもうちょっと刺激が欲しいってなっちゃう、うん、パワーが欲しいですよね。2リッターだと、はい、よしって切って入り口からスーッと FR の動きがして、そこからアクセル入れてズルってくるから楽しいんだよ、はいはい、これは来ないんだよ。確かにそうかもしれないですね。よくできすぎてるんですよ。そう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 。なるほど。で、あの僕個人的には見た目も NC が好きなんですよ。なんかちょっとこの辺のフェンダーのあのやつとか、ライトの感じとか、ちょっと盛り上がってる感じとか、はい、ね、あ、全然これを否定してるわけじゃない。もちろんもちろん、いろんな4兄弟の中でどれかって言ったら三男が好きだなっていう、はい、お二人とも NC 派、やっぱ2リッターのあのパワーは魅力だよ。うん、うん、これはこれでいいんだけどね、うん、でもあの2リッターに乗っちゃうとさ、はい、あ、全然いいや。あ、そうそうそう、入り口から出口まで FR を楽しめる。あ、それは観点で言うとちょっと NC 気になってきましたね。だってこれサーキット走りに行ったらさ、はい、ワンメイクならいいよ。そう、ワンメイクなんですよ、そうそうそう、基本は、ね、これだけの 1.5 だけしか走ってないんだから、ね、はい、だけどこんなのがさ後ろから来たらさ抜かれちゃうんだよ、はい、そうなんですよ、大体抜かれるんですよサーキット。そうですよね、はい、下手すりゃさ、S6 に抜かれるよ。そうっすね、S6 か、 S6 も速いですか、ね、速いよ。あの言い方悪いですけども、はい、本当にロードスターは自分一人で楽しむ、ね、なるほど。でも楽しいんですけどね、ものすごく、うんうん、はい、ハードトップの RF っていうのが2リッターエンジンなんですけど、そうそうそう、あれはいいよね、はい、あれでもアメリカじゃん、いる日本に、いますよいますよ、いる、はい、ハードトップなんですけど、あれアメリカで売ってんじゃない？アメリカでもホロの2リッターあるんですけど、うん、日本ではまだホロの方は売ってないので、もう今後入ってくるかもとは言われてます。逆輸入、逆輸入ですかね。でもそれはちょっとお値段いくら？それはね、 RF は高いです。今日の企画からは出ちゃうね。そうですね。あ、でも350万ぐらいじゃない？まあ最初はそのぐらいからって、まあ結構
高級モデルになってるので、うん、まあ、ちょっと300後半から400万とか結構しちゃうんです。じゃあ GR86 と勝負になるじゃん。そうですね、確かに言われてみればガチンコ勝負だという、ね、そうでしょ。 RF は86とちょうどいいところにいるかもしれない、うん、だそう考えたら俺はその RF がいいな。でも RF をちょっとじゃあこのコーナーで見てみましょうっても用意できずれしづらいんじゃない あんのかね、候補者にいるのかね。マツダに候補者あるよ。あります、まあ、とはいえ話は戻りますけど、はい、瀬さんの好きな FR ですから、はい、ね、一応 FR、はい、こうマニュアル、はい、サイドついてる、はい、バッチリで瀬谷さんの好きなポイント3つ押さえてますもんね。そうそうそう、はい、よかった。だからいいんだよ、はい、でこれは本当マツダ頑張ってるよね。瀬谷さんはね、うん、ここにポチッと押すあの 電磁式のサイドブレーキ、あー嫌いなんレバーでこう引けないとね。だってさ、はい、なんかある時って俺らはさ、はい、ぶつかるまでなんかやるじゃん、はい、スレスレまでもうそうなんとかやるんですよ、ね、あがきますよね。素人って固まるわけよ。確かに。あーっと思ったらなんかもう固まったままブレーキのまままっすぐぶつかる。そうですね、そうですね。俺らはぶつかるまでなんかする。なんだったらあんまり一般の方ぶつかった後何もしないからそのままブレーキペダルも踏み続けなきゃいけないのに、うん、ガーンとぶつかった後、うん、そのままダラ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 バーンとかね、止まれよっつってありますよね。ブレーキも踏めないという人ありますね。だから電子ブレーキが嫌いなのはそういうこと。なるほど、ね、なんかあった時にあーってなってる時にアクセルだブレーキだ最後はサイド引いて横にして横からぶつける。横からぶつける。横からぶつけると内返れるでしょ。あ、前ぶつけちゃうとやっぱりラジエーター行っちゃうからもう内返れないじゃん。横から行った方がまだいい。そう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 、すごい。だからやっぱサイドブレーキはこれじゃないとダメよね、スポーツカーはやっぱ、そうそうそう、絶対。だからそういう意味ではマツダはずっとこうさ、この NA からさ、作り続けてくれてるわけじゃない、うん、ね、その車好きの気持ちを分かってるよね。はい、はい、いや、まさしくですね。そうそうそう、これで280万ぐらい、ま、そうですね、私のモデルだと270万円で、安いのだと260万円台からあるので、あ、まあ、結構お買い得な方なんじゃないかと思います。誰もが一度は考えることだと思うんですけど、うん、これにロータリーエンジン積んだら売ってほしいですよねいい ねやはりそれも気になります、ね、いいね。どうしてマツダはこれにロータリーはやってくれないんだろうって。あ、いいじゃんやってくれたらって思うんですよ俺もそう思う、はい、うん、俺もそう思う。多分儲からないんだよでもいいじゃん。確かに採算が合わない感はありますけどね。その やっぱね、自動車メーカーの人も僕は思うにはですよ、各メーカー一車種しか出さないわけじゃなくて、うん、何車種も出すじゃないですか、はいはい、で、まあ、ファミリーカーからスポーツカーから、うん、ね、エコカーから、うん、トラック、まあ、いろいろ出すじゃないですか、うん、そんな中に遊び心のある車を出すんだったら、うん、とことん遊び側に振ってほしいと思うんですよね、うん、なるほど。まあ、それはさ、はい、俺らの考え方じゃん、はい、自動車メーカーからすればそんなものやっても儲かんねえだろう。どっちみちこんなのね利益なんてそんな望めないはずなんですよ俺もそう思う。本当にそのメーカーで売り上げの中のほんの一部なはずなんです、うん、スポーツカーって、うん、ほぼは、ね、主流はファミリーカーとエコカーだと思うから、はい、だからどうせこれはもうイメージなものだから、うんうんうん、とことんそっちに振ればいいのにと思うんだけど。なるほど、あってもいいね、はい、レシプロエンジンとロータリーエンジンがあっても、はい、そう思いますね、まあ、どういう乗り味なのか乗ってみたいですね。もしくはターボですとかね。あーターボね、はい、それは、うん、俺も思うよ。今そこ通りましたけど、124スパイダーが通りましたけど、あ、124、これの兄弟車ですね、はいはい、あれターボですね。ターボ、そうなんですよね、あっちはターボで、はい、また乗り味全然違いますからね、はい、そうしたらさ、その GR86 もターボつけてほしいよね俺はやっぱ皆さんね、スポーツカーって難しい、うん、じゃあこちら行きましょうか、はい、うん、はい、次は86 で、俺今回も尺長そうですねこれね。結構もう一台いろんな話が広がってますね。これだってさ、はい、NA だけじゃなくて俺ターボ欲しいね。そうですね、はい、さあ初言お願いします。あ、はい、2.4 リッターの水平対向エンジン乗せてあります、うん、はい、まあ、やっぱりこれパワーがあるので、馬力が230ぐらいあるので、うん、これから100馬力ぐらい、パワーがあるとはいえ、はい、我々からしたらないんですよね230もダメですか、うん、そんなのね、それ普通ね、はい、普通ですか。まあ確かにこの ZN6 からこっちにね、うんうん、進化してエンジンが排気量も 400cc 上がって、そう、結構上がりましたよね。正常進化してますけど、はい、乗り味も素晴らしく楽しいですよ。楽しい。でも我々からすると、
230っていうのはまだちょっと可愛いレベルなんですけど、お二人はそうですよね、遊ぶレベル、はい、遊ぶレベル、そうそう、楽しいなっていうのは350ぐらい、はい、まあ、もうそこまでいきますか、まあ、一応トヨタはね、まあ、スープラだったりとか、まあ、他にもあるからスープラですね、まあ、この立ち位置的な辺でいい、これでもいいんですけど、ただ、まあ、本当にフォローしますと、はい、バランスがむちゃくちゃいいじゃないですか、いい、あのコーナリングバランス、ブレーキング、いい、そしてシャーシ剛性からパワーとかいろんなものがいいから、まず全開率がめちゃくちゃ高い、あの本当にね走ってて、はい、こんなにエンジンを回してアクセル全開でわーっといって、これブレーキしたらこれぐらいで止まってっていうのがめちゃくちゃバランスがいいから楽しいんですよ、この車、うんうんうん、よくできてますよね、うん、僕らあの初めて富士で乗らせてもらった時、はいはいはい、感動しましたよね、それはそう、こんなに曲がるみたいなとか、これノーマルみたいな、楽しい、楽しいですよね、楽しい、ただ、まあ、今回の趣旨でいくと明らかにこれ高いですよね、この中でこれはこれ350万ぐらいするんでしょ、そうですね、一番いいグレードなんで、もうモリモリで今370万ぐらいしちゃう、ちょっと高いんですけど、一番ベースグレードだと、まあ、200の後半、80万とかベースグレードを用意できなかったってことですよね、まあ、ベースグレードがですね、やっぱりあまりこう一番こうバリエーションが少ないところというか、あんまり売れてない部分になるのでないんですよね、まあ、鉄筋ホイールで16インチのタイヤとか、ちょっと装備がかなり簡易的になるものなので、まあだけどさ、はい、いじる人だったらそれでいいよね、はい、うん、それは思いました、ね、うん、鉄筋ホイールの一番安いのでさ、普通みんなタイヤもホイールも買えるしさ、そうですよね、折戸さんがまさに同じこと言ってて、モリモリセットを買ってどうせいじるから安いの買えばよかったと、どうせナビも変えちゃうし、そうそう、なんか全部変えちゃうんで、うん、ベースグレードでよかったなって言ってましたよ、あ、はい、まあ、だからいい、ね、そうやってこうさ、俺らみたいに何がいいか分かってる人はいいよ、はい、でもそうじゃない人ってこう失敗するのが多いわけよ、はい、あれつけてこれつけてって分かんないですしね、それだったらこうやってコンプリートでさ、はい、1台出来上がった方がいいわけじゃん、はい、早いし、ね、手っ取り早いし、手っ取り早いになります、だから一般の人はこういう方がいいわけよ、俺らみたいにタイヤもホイールもサスペンションもマフラーも全部変えるぞっていう人はその一番安いのでいいわけよ、いじりたがりですからね、そう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 慣れてる人はね、その一番安いベースグレードで十分楽しめると思うんですね、まあ、だけど本当にこの3台ってさ、はい、やっぱこうちょっと無理すれば変えるじゃない、そうだと思います、はい、それを作って世の中に出してくれるってこの時代に、うん、そう途切らせないことがありがたいですよ ね、はい、他のメーカーは2030年から全部電気にしますとかさ、じゃあお前んちは電気屋かみたいな車じゃないの、そうそうそうとか言ってますけど、もしかしたら電気自動車でむちゃくちゃ楽しいの作ってくれたらすっかりそちら側に手をこっち上げちゃうかもしれないですけどねそれはそれ今のところはまだそちらにいいものが見えてないので、うん、あのこっちの方が楽しいぞって僕らはこっち擁護派ですけども、うん、すぐ手のひらこうピッと返すかもしれないですけどねこれいいね、それはしょうがない時代がそうなってもそれはしょうがない、そうですね、俺はガラケー派だと言ってた、ね、津屋さんがいつの間にかスマホになってましたねやっぱこっちの方がいいなっていう、ね、便利なんだよそうなっていくといいかもしれないですね、車もいろいろ、はい、だけどなんだかんだ言ってもさ、こうスバルもトヨタも頑張ってるじゃん、そうですね、ありがたいです、やっぱさその自動車メーカーっていうのはさ、夢を作って我々に与えてくれるメーカーなわけだからさ、はい、やっぱこういう車がなくなっちゃいけないわけよ、はい、そうですね、これがなくなると、うん、もう千葉さんも僕も仕事なくなっちゃうんで、そうそう感謝してあの楽しさを伝えたいと思いますそうですね、はい、ということで今日はこの3台をご紹介したいと思います。1.4、そうです、 1.4 田んぼですね全然いいよ、全然いいよ、そうね、力ありますよね、あるよ、全然ある、吹き上がりましたね、今絶対ロードスタイル速いですよね全然速いガーン全然速い結構速さで行けばこっちの方が楽しいんだけど、うん、エンジンパワーで言うとですよね、そうそうそう、はい、だからやっぱロードスターのあのハンドリングはいいよ、はい、あの低さと、まあまあ足硬いですよねこれ、うん、この減速台です結構入れますもんね、うん、本当ですね、いやでもこれはよくできてるよ、うん、本当よくできてる、今やマニュアルミッション車のターボって、うんうん、ほぼいないですからね、あ
あそっか、はい、そうだね、はい、言われてみれば、うん、そう言われりゃそうだ。何がいる？ターボのマニュアルだと何ですかね。そもそもマニュアル自体が少なくなってるんで。そうなんだよね、はい、確かに探すのが難しいですね、新車だと。今度出る Z が、うん、ターボだよ。あ、確かにそうだよね、はい、500万フェアレディ Z はやっぱりちょっとこのクラスから比べると高いですからね。高い。今度ね、スープラが出ますよ。お、あ、なんかマニュアル発表してましたよね、はい、うーん、あれ気になりますね。いいね、自動車メーカー夢があるよ。まだまだいけますね、うん、自動車メーカーの中に車好きの方が残ってくれてるってことですよね、うん、そう、そう、車好きがいないと絶対成り立たないと思う。あの、そんな話も出ないと思うんですよ、うん、いや確かに本当にそうです。全くだ。だって素晴らしいとか、うん、安全とか快適とかっていうのはもう申し分ないほど進化してるんで、うん、どう考えたってマニュアルって時代錯誤でいらないものなはずなんですけど、うん、でもそれでも出してくれるっていうのはそのメーカーに車好きの方がいらっしゃるっていう、そう、その人の思いだけですよね。そう、ほんとそう、それを分かってくれるハンコを押す人がいるってことよ、はい、そうです ね、はい、そこは重要だよ。絶対アンチも何人かいているいる、こんなのとかっていう人絶対いるね、うんうん、いるでしょうね。利益だけ考えればもういらないだろうってなっちゃいますから。そういう人はね、夢がないの、うん、本当ですね。自動車メーカーってのは夢を与えてくれる会社だよ、うん、まさに。いや、いいわ、スイフト本当いい、これもうね、ちょうどいいパワー、遊ぶには。うん、で、あの、静粛性というか、そんなうるさくもガチャガチャも、うん、ごとごとも風切り音とかね、いやだからさ、少ないですし、手を抜いてないわけよ、この車、はい。普通200万って言ったら手抜くじゃん。これ3人乗りで3足、これ5足、うん、3足3、はい、乗ってますね、十分すごいですよね。全然いけちゃうよ、はい、全然いけちゃう、登ってますけどね。そう、3でほらトルクあるもん、はい、回転、エンジン回転も低いところなのに、そうすぐブーストきますよね。本当ですね、うん、ターボもすごく良さそうですね。本当よくできてるよこれ。昔はターボって言ったらやっぱりターボを回すために舌が犠牲になって、うんうん、高回転来るまではターボの美味しさがなかったりとかしたじゃないですか、うんうん、今時のはもう低回転からすぐ来るんで、そう、すごいですよね、うん、下からあるよね。いやーすごい、どの速度でも今出てますね、トルク。いやだからこの車重でこのパワーは本当よくできてる、うん、あと、まあ、車がコンパクトだから、うん、こういうワインディング着ても軽いし、うん、小さいしで楽しいですよね。楽しい、めっちゃ楽しい、うん、本当楽しい、はい、いいよ、うん、これ俺の豆より早いよ。そんなことないと思いますよ。そう、豆早いんですよ、豆さん。これはいいよ、これ本当なんかもう、あの豆号がね、本当早いんですよ。壊れないフルチューン、快適でね、うん、壊れない、思えないもんね。そう、壊れないフルチューン。散々 4AG、5AG で壊してきたからさ、金かかってしょうがねえわけ、うん、それで今の壊れないフルチューンにした。いいわ、スイフト乗りやすいです。あ、めっちゃいい、お墨付きですね、本当に本当に。はい、じゃあ谷口さんに交際します、はい、あ、私意味なかった、これはいい。私はここで、そうそう、素晴らしくいい。バルトさんたちがいっぱいいる。もう何よりこれがいいですよね。そう、やっぱりサイドブレーキ、そう、使えるんだから。サイドブレーキは雪の日に、雪の日に 使うんですね。雪の日に使えるの、アンダー雪道出るから。でも、なるほど、あなたはやらない方がいいですよ。視聴者の皆さん、
左オーライ。はい、ありがとうございます。いいね。このグッとくる、うん、あの運転手が思うよりもちょっとグッとくるとこが、うん、嬉しいですね。いいね。結構パワーありますね、本当に。これをロードスターに積んだらめっちゃいいよ。あ、それちょっと欲しいかもしれないです。考え方によっては、うん、運転手が思ってよりもグッとくるっていうのは、うん、失敗なんですけど、あの本当は意のままに思っただけ出るのが正しいんですけど、うん、でもこの期待以上にグッとこう出てくれるのが、うん、面白さだったりしますよね。そうですね、はい、めっちゃいいよ。気持ちいい。これはさ、マツダと提携してこのエンジンをロードスターに乗せる。確かに、もう全メーカー協業でスポーツカー作ったら面白そうですね。そうミッションもスコスコ入ってね。スコスコ入る。全然力入れなくて、うん、いい、楽しい。いいよな。昔の車はね、ミッション入れるのもちょっと神経使いましたもんね、うん、ラフに扱ったらガリって言っちゃったりとか、うん、そうガリってなるとショックです。ダブルクラッチって知らないでしょ。いや知ってますけど、はい、最近の車ではやっぱりやらないですよね。まあまあ、もちろん俺も知らないんだけど。あ、本当ですか。多分ここにかなり線がある、はい、まあ普段でダブルクラッチしたことないですもんね。瀬田さん、ダブルクラッチの時代ですか。そうだね、110サニーとか、はい、箱スカ、うん、マジっすか、うん、箱スカはそう。そうなんだ。ダブルクラッチ覚えないと箱スカ乗れないですね、70年代の車ってやっぱダブルクラッチだよ。そっか。もうそんなのいりませんから今の時代って。それが良かったんだよ。そうですよね。かっこいいですよね。そのなんか同乗者に腕の見せ所というか、うん、そう確かに見た目がね、かっこいいんですよね。いいね、スイフト軽快。気持ちいいですね、はい、このハンドルのパワーステの重さも、うん、ちょうどいい。ちょうど良いよりちょっと軽いかもしれないですけど、うん、軽いですね、うん、だからまあよくね、女性ドライバーが最近ね、はい、アズさんみたいに増えてきてますけど、はい、正直ね、そこで男と女の差なんかないですよ。もう力がいるもんじゃないから、うんうん、確かにこの腕力勝負じゃないんで、うん、フォーミュラとかになったらちょっとあれですけど、あ、はい、まあ、こういう車だと、まあ、ドリフトもそうですけど、女性でも、うん、その筋力がいらないから、うん、ほんとセンスと、まあ、練習量と、うん、頑張れば誰でも上手くなれるんで、うん、なるほど。正直男の世界ってほどじゃもうないと思うのね。あ、ドリフトだって女性でめちゃくちゃ上手いのいますよね。いるいる、めちゃくちゃ上手っていうのいますよ、うん、どんどん女性も乗りやすくなってきて進出してるんです。そう、車的にはもう別に女性の筋力でも全然関係ないんで、うん、確かにスイフトも特にいいかもしれませんね、女性ドライバーに。いいよ、全然いい、うんうん。だから今度ね、アズアズがそのなんだっけ、ロードスターですか、ロードスターレース、はい、チャレンジするんでしょ。そうなんです。その世界で一番取ったってあんな不思議はないんですよ、うん、本当ですか、はい、ちょっと頑張らないといけません、それは。気合い入れてやる気と、お金です。お金だった。そりゃそうだ、お金がかかるんですよ、その上手くなるまでに。そうですよね、タイヤとかいろいろ消耗品が、マイレージが大事だからさ、うん、そうですか、やっぱりとにかく走ることなんですね、うん。まあ、それよりこのあれなんで、はみ出し注意、はみ出し注意がついてました。はみ出してないよ。ちょっとセンサーが甘いところがありましたね、今ね。いや、でも本当この車220万円だそうですけど、全部で、まあ、人も乗れて、うん、で小気味よく走れて、うん、1台何役だってぐらい、そう、本当ですね。これはね、売れるはずですよ、うん、でこの車のファンがいっぱいいるはずですよ、うん、いますね、いっぱい。スイスポーオーナーさん、いや本当になんか贅沢言わなかったらこれ1台で何でもこなせますもん。まさにね、家族でどっか行くのもできるし、うん、ちょっと走りに行くのもできるし、うん、荷物も乗るし、なんか十分ですけどね、うん、でいろいろ機能もありますよ。車線はみ出しもダメ、アイドリングストップもダメ。あ、オートクルーズもある。そうですよ、クルーズコントロールもついてるんで、
それで220万だからね。そうなんです。とにかく破格の。平均燃費もめちゃくちゃいいですよ。うん、17.7。今ね、ここで。本当ですよね。山登ってきてるわけじゃない。本当ですよね。燃費もいいし。いろいろ財布に優しいですね。うん、いいね。いや、いい車ですね。ああ、いい車だ。本当にいい車だ。売れるわけだ。いや、ね、本当に納得の走りでしたね。売れるわけだよ。よいしょ、お疲れ様でした。いなかった。ん、ロードスター。黄色はね、すげえ虫が寄ってくる。虫が寄ってくる。いやいや、ほんとね、いや、火の打ち所がない、はい、220万円でコスパ素晴らしい、はい、で、手を抜いてるところがどこにもないから楽しいんだよ、うん、はい。で、このコンパクトさとこの車重とこのパワーがすごく合ってる。こうはみ出てるよね、俺上と。うん、ロールゲージより上にある。そう、ちょっとヘルメットかぶっちゃうともう谷口さんは入れないかも。ひっくり返らないでください。いってらっしゃい。不思議だ、私の車を運転している土屋さんが。さあさあ、狭いっす。狭いよ、本当に。いや、このロールゲージの圧迫感がすごい。狭いっす。狭いよ、本当狭いよこれ。僕今背もたれ目いっぱい押し込んで膝まあ当たってますけどね。マジか。そんな狭かったっけこの車。なんか異常に狭いですねこれ。まあパワー的にはファミリーカーだよな。はい、でもなんかやっぱり軽快ですね。うん、いや、ハンドリングはいいよ、はい、低いし。ロールゲージ圧迫感あるね。かなりあれですよね、いろいろ足が入ってますもんねこれ、あの、うん、ロールバーに。そう、まあそもそもはあのオープンカーなんで、うん、まあ、それで設計してるから剛性はそれでも確保されてるとは思うんですけど、ヨタハシと違って。そりゃそうだ。それでもロールバーが入ったことによってより、ね、剛性感上がってるんでしょうね。うん、全然上がる。なんかあの GT、 あの千田さんが乗った NSX GT カーあるじゃないですか、うん、あれぐらいのシフトの位置ですよね、なんか高さが。なんか低くないですよね。うん、そういえばそうだ。はい、本当だ。いや、ハンドリング軽快だね。なんかここから見てコクピット感がありますよ。いや、だからやっぱ俺らからすると2リッターがいいよな。あのパワー、いい車なんですけど、すぐ慣れちゃって、うん、もっとパワーが欲しいなって思い始めちゃいますもんね。そう、車の出来がいいからさ、はい、それはしょうがないね。すぐ慣れちゃう。そう。しかしもう硬派に何もエンタメがないですねこれ車。うん、走り屋の女。ナビもないですよなんか。ない。だから iPhone でやってんじゃない？ああ、そうですね。うん、下手なさ。はい、下手なカーナビより iPhone の方が全然優秀だよ。まあ、そうですね。ただ今道路交通の方がだんだんうさくなってきて、ああ、そうか。あれもなかなかちょっとね、うん、ちゃんと固定しておいてりゃまだいいですけど、うん、ここあずあずいいじゃん、あずあず。ここの箱根、今芦ノ湖いますけど、うん、このワインディングがバッチリ合う車ですねこれ。合う、あれ楽しいよ、オープンにしてさ、はい、マニュアルで、うん、そう。車速域があんまり速くないワインディングなんで、ここがタンパイクとかだと、うん、車速域が速くて上りもきついからちょっとパワー不足否めなくなるじゃないですか、うん、ここちょうどいいですね、ロードスターは。そうだね、直線短いからね、はい、コーナーばっかりで、はい、だそれはやっぱ楽しいよ、はい。で、そのタイヤと会話をするというね、うん、僕らその車とあの一心同体になるところがタイヤを感じるってところが大事なわけじゃないですか、うん、
その練習とかにはもってこいですよね。ああいいね、はい、ここのワインディングは本当にいいね、はい、入り口はちょっと切って中で切り増ししてみて、うん、タイヤが今こんな風になってるだろうとかって想像しながら走るっていうね、うんうん、いやここのワインディングは気持ちいいよ、はい、本当に必ずしも、うん、あの限界域で走ることがドライビングなわけじゃないですからね。そうそう本当そう、この車速でも意のままに扱おうと思うと、うん、荷重かけて、うん、そしてもうちょっと負荷こう切り増ししてみて、タイヤがちょっとこう倒れ込んでっていうのを感じることが大事じゃないですか。そうそういうのができますもんね。そうだね、ここのワインディングは本当そういうのができる、はい、うん、ロードスターは非常にそれがいいですね。いいね、はい、この道に合ってるね、はい、あとあんまりちょっと、まあ、一般の方にはあんまり おすすめはしにくいですけど、うん、あのちょっとだけ空気圧をちょっと低めに設定してみてもらって、うん、タイヤの動きをもっとね、うん、出やすくしてこうやるだけでもやってみると、うん、こういう遅いスピードでもタイヤの動きがもっと出て面白いかもしれないですね、はいはいはい、勉強に。なるほどね、わざとタイヤの剛性を落とすというか、うん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 、ありだね、はい、うん、それはありだね。ロードスターはこういう道は楽しい。これ乗り降りが GT500 よりめんどくせえよ本当に。こっちの方が広い。あ、そう。あ、消火器とか、はい、まあ、ノーマルシートだから余計に厚みがあって、うんうん、こっちバケットなんで、うん、まだ広いですね。なるほどね、はいはいはい。あ、狭いわ、足元が。狭いでしょ。足元狭い、狭い、これほらい。さあ加速しろ、全開だやはりあのお世辞でもパワーはあるとは言えないですね。そう、ファミリーカーのパワーだよ、はい、うん、軽快さと、うん、あとはまあ今日なんて天気いい、この箱根で、うん、屋根開けてこの風感じて気持ちいいですね、うん、ちょうどいい温度なんで。いいね、暑くも寒くもなく、うん、ちょうどいい。これはね、ちょっと箱根にドライブに行こうっていうにはいい車ですね、うん、気持ちいい。で車がさ軽い。足が、うん、減衰力はちょっと結構高めなのかなっていう気がするんですけど、微振動に関してはトントントンと結構コツコツするじゃないですか、うん、来る。でもコーナーに関しては結構ロールするんで、うん、バネ自体は柔らかいんだろうなっていう、スタビも柔らかいんだろうなって気がしますね、うん、だから車はまあまあロールしようとするんですけど、うん、でもなんか今日は限界域までは攻めれませんけど、うん、コーナーは結構踏ん張るんですよね。そうだね、はい、うん、ロールする割には粘る、はい、まあ、気持ちいい車だよ、はい、ライバルが隣にいなければ。うん、そう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 ロードスターだけで走ってたらもう、はいはい、本当いい車だよ、はい、これがなんか急になんかスイフトとか86とかが一緒に走ってるとちょっと辛い、肩身は狭いな。でもロードスターに乗ってるやつってあんまり速さ気にしないよね。そうですね、だから本当そういう方が乗るべきだと思いますね、うん、そう、ロードスターは楽しんでる、はい、速さじゃなくて。そう、あの何でもかんでも勝負だっていう人には向かないと思いますね。そう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 、我々ですそうだね。いや本当にこれだけで走ってたらすごく楽しいよ。このスポーツカーの格好をしてて、はい、あのファミリーカーのスイフトにカ
カーッとか抜かれたらもうショックだよな。まあでもあの松田さんがね、うん、もう ABCD と、うん、NA、NB、NC、ND とそう4代目まで出してくれてますからね、うん、できればあのずっと続けてほしいなと思いますね。そりゃそう、本当にそう。今 NA って初期型のやつ、うん、むちゃくちゃ値段高いんですよ。あ、そう。今この昔の良き車がね、うん、値段が高騰してるじゃないですか、うん、当然 NA もバカ高いんですよ。あ、そう。バカ高いんですよ。へえ。決してその値段とその車は釣り合ってませんけど、うん、もうやはりなんか今異常なことになってまして。え、ちょっと前まであの NA の 1.6 リッターってさ、はい、15万とか25万ぐらいだったよ。ほぼもうあのただ同然でしたよ。うん、そう。多分今、うん、下手したら400万ぐらいいくんじゃないですかね。嘘でしょ。はい、本当です。 NA、 はい、はあ、はあ、マジかよ。程度の良い綺麗なあのオリジナルの形とかしてたら、はあ、多分400万ぐらいしますね。もしかしたらもっとするかもしれないですね。あ、そう。はい、はあ。で、特に、うん、あのリトラクタブルの車が、うんうん、もうこの先出てこない、ね、ないね、ないね、はい、だからそういうのがやっぱり値段がどんどん上がってますね。ああ、そっか。可愛いんだよな、リトラクター。そうですね。あれは可愛い。あれはもう世の中出てこない。衝突安全の企画で。僕もあのやっぱりちっちゃい頃ランボルギーニカウンタックに憧れたりしたんで、うん、ライトがこう閉まってる姿とパッと開いたりするじゃないですか。NSX もそうでしたけど、うん、やっぱりリトラクタブルなんか好きですね。いや、かっこいいよ。はい、なんとかっこいい。だからあの180とか好きですもん。うんうんうん。RX7 もさ、はい、そうですね。かっ、みたいな。かっこよかったよ。土屋さんもね、トレノですもんね。そう。土屋さんずっとトレノですか？ずっとトレノ。レビンは一度も？いや、レビンは1台乗った。あ、そうですか。うん。あのレース用じゃなくてですよ。違う違う。町乗りで。町乗りで。ニコイチ。ニコイチ。それは今よ、そういうのは一緒だな。わあ、すごい。本当に乗ってる。いいよ、なかなか。とても良い。とてもね、この気持ちいい天気のいい箱根に、そう。この屋根開けて、おじさん二人で気持ちいいです。気持ちいいよ、本当に。狭い狭い、うん、狭い。乗り降りが GT500 より乗りづらい。GT500 GT500 の方がスッとこうスッと入ったり出たりできる。無事戻ってまいりました。ありがとうございました。よかったです。お二人に乗っていただけて本望だと思います。彼も彼なんだ、ね、彼これ男なんだね。私の彼なんで、これ。なるほどなるほど。いいね、2.4 リッター。やっぱ違いますよね。違う、俺のは2リッターだからこんなトルクない。あと変わってないはずですけど、剛性感もなんか上がってる気がしません？なんか上がってる、全然上がってる、全然上がってる。変わったんでしたっけ。いや、俺はフルモデルチェンジじゃないと思ってたの。マイナーチェンジだと思ってたの、はい、乗ってみたらこれフルモデルチェンジで。そうですよね、うん、ボディ剛性違う。まあもちろん 2.4 リッターになってるからさ、はい、エンジンは全然トルクあるよ、パワーもあるし、はいはい、全然車が違う。あと、うん、そのエンジン出力上がりましたけど、うん、それよりもそのコンピューターとか、うん、そのアクセルの付きとか、うん、そういうところが結構攻めてきてますよね。うん、ああ、そう思う。本当そう思う。やんちゃ、言うならばやんちゃですもんね、結構。うん、全然やんちゃだよ。うん、86らしい。刺激が結構ありますよね。ある、ある。本当そう。極端な言い方をすると、うん、俺の前期型の
あの86トヨタ86に150万ぐらいかけたらこうなるのかなって感じ。あ、いやだから本当にメーカーで売ってるスポーツカーをアフターパーツで改造していって好みに仕上げた感じっぽくなってますよね。そう、ノーマルで。そうなんだよ、本当、はい、そう。そこに 2.4 のエンジン乗せたっていう感じ。いやだからこれ出た時に、はい、もう試乗会に行ってさ、はい、乗った時にもうこれは俺が乗ってる86はトヨタ86、はい、この新型 GR86 はレクサスが作った86だねっつったの。あ、そのくらい違う。あ、いや本当なんかね、質感も上がってる。うん、いや本当こんなのよく出したなと。そう思いますよね。本当そう。本当になんか見た目外から見たらやっぱりノーマルの86なんで、うん、まあ、車高も高いですし、うん、タイヤも引っ込んでるし、うん、まあどうカスタムしようかななんて思いたいじゃないですか。うんうんうん、でも乗るとこのままでいいじゃんってなっちゃいますよね。そうなんだよ。本当そう。チューニングして出してきたって感じ。俺らがこういじりたいなっていう最低限のことを全部やってる。だから見た目以上に乗り味がいいんですよ、ね。いいんだよ、いいんだよ。はい、足なんかさ全然いいもんこれ。はい、こうハンドルも切れば切るほど曲がってきますもんね。そう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 。いや本当にこう乗っちゃうとさ、はい、この足でいいよこれ。車高は落としたいけど、うん、この乗り味はさ崩したくないなっていうのはある。もうちょっと、うん、奥深いところ、その僕が側の奥深いところで、うん、昔の1個前の津屋さんが持っている ZN6 というね、うん、2リッターの方の86はね、ドリフトするとすごく乗りにくかったんですよ。電動パワーステがすごい邪魔したりとか、うんうんうん、もう振り返しとかもパワーステが全然遅れて、うん、スピンするんですよ。ああ、だけどこの車はそこら辺がすごくよくできてて、うん、全然邪魔しなくて、うん、とってももうノーマルなのにドリフトも割と自由にできるんですよ。うん、だからね、本当つけたもののパーツの味だけではなくて、うん、味付けとかがすごく攻めた感じに、うんうん、本当にドライバーに次第ドライバーに任せる状態にしてくれてるから、うん、そこが面白い。まあ、反面、下手っぴには危ない部分もあるんですけど。あ、そう。はい。だからよくね、これね、ジャーナリストの人が試乗会に乗ったら、うん、ケツが出て危ないっていうね、人がいるわけですよ。うん、下手っぴどもが、うん。あんたたちの腕がないんですよっていうことを今、自白してますよっていうね。うんうん、とか、電子その制御をオフにして、うん、トラックをオフにしてそのコーナー入ってね、うん、ケツがめちゃくちゃ出るっていうのはあんたブレーキ残しすぎでしょうよみたいなね、うんうん、っていう人たちからするとオーバーステアだって言うんですけど、うん、我々みたいなものからするとむちゃくちゃ楽しいですよ。楽しい、この車楽しい、ほんと楽しい。だからそういうオーバーステアだっていう人は、はい、スバル乗ればいいの。あ、スバルはドシッと安定してるから、はい、そうですね、86よりは安全方向に行ってますよね、うん、はい、これはいいわ。なんて言ったって、いやでもほんと質感上がった。そうですよね、うん、ほんとフルモデルチェンジ。ほんとちょっとね、前期オーナーの人には申し訳ないですけど、うん、ほんとそう、前期の人に言いたいです。買い替えた方がいいですよ。うん、そうなんだよ。隣にいるけど。そうなんだよ。だけどさ、はい、意地があるんだよ。前期型でこれをやっつけたいの。あ、そういう意地がある。だからターボつけようかな、スーパーチャージャーつけようかな。なるほど。ね、はい。あれでなんとかしたいわけよ。なるほど。そうなりますよね。そう。全然いいよこっちの方が。ね。いいのは分かってんの。すごいしなやかにピタッと曲がってきます。曲がってく。はい。もう分かってんの。分かってんだけど、やっぱこう意地があるの。よく分かります。僕も昔ね、うん、AE86 乗ってた時に、うん、シルビアをね、うん、86で絶対やっつけてやるって思ってましたもん。うんうん、八谷さんもJSS でやってましたね。そう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 。セブンでスカレーンやっつけてやるって。そう。
や、だからこれをやっつけるために今ね、はい、俺のあの前期型の黒八は、はい、スーパーチャージャーかターボか、はい、どっちかつける。オリドはね、はい、スーチャーの方がいいって言うんだよ。はいはい、だけどこれ意外と早いんだよ。だからターボの方がいいのかなと思ってさ。いやーいいわ。うん、いい。正直、うん、マイナー前、土屋さんが持ってらっしゃる前期、うん、と値段ほぼ変わんないんですよ。うんうん、断然こっちのが、うん、もうハイクオリティなレベル上なお買い物なんで、うん、僕はもう前期をね、うん、買いましたよ、井の一番に、うん、350万ぐらいで、うん、これ370万ぐらいじゃないですか、うん、もう すごいいいですよね。だからいい、すごい、まあ、改造する必要ないし、ない、はい、すごい。あといろいろね、うん、スーパーカー、フェラーリだの、ポルシェだのすごい車いっぱいあるじゃないですか、うんうん、高い車、うん、もちろん600馬力あって、うん、太いタイヤ履いて、うん、ついカーボンブレーキついて、うん、速いのはもちろんそっちの方が速いんですけど、うん、とても扱いきれないじゃないですか。パワーがね、速すぎて、うん、もう運転手が扱いきるよりもう先に速度が速すぎて恐怖心が出てくるじゃないですか。そう、でこの辺のこの車は、うん、とにかくもうちょうどいい楽しい車速とパワーと車重と、うんうん、だから全開率がまず高くて、そう、もう本当に運転を楽しむにはこれぐらいが抜群にいいですよね。いいいい、本当にいい、はい、だから覚えておいてください、全開率ですよ、全開率、うん、まあ、ロードスターも全開率は高いんですけど、あれはね遅いしょうがない、 1.5 リッターだからさ、あれはしょうがない、うん、あれはハンドリングを楽しむ車、あれはあれで気持ちいいんですけど、やっぱねこっちの方が高い分、値段、うん、値段がお高い分、うん、その分良さは上にいますよね。いる、全然いる。これはマジエコヒークじゃない、もう真実だから。そうそう、ロードスターがダメとは言ってない、うん、あれはあれでいいんだよ、はい、もだし、まあ、こっちの方が後から出てますからね、うん、まあそうだね、はい、だから今マツダがまた86やっつける車出してくれればいいのにな、うん、そうだね、はい、ああそれはあるな、ロータリーつまねえかな、ほんとね、ああ話題的にも面白いと思うんですよね、うん、と思うけどね、はい、RX8 のエンジン、ああそう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 、まあ ほんとは FC7 ね、FD かそこら辺の積んでもらえると一番、うん、楽しいよ、いいですけどね、めっちゃ楽しいよ、はい、夢がある、夢がありますよね、うん、それできなくはないと思うんですよね、うん、と思うけどね、はい、技術的には全然できるんですけど、うん、まあ、予算とかあとは頭の固いマツダの、うん、人をどう説得するかでしょうね、うん、はい、いやー GR86 いいよ、はい、僕はね広島人なんで、うん、マツダにすごく物申したいですよね、うんうん、やってよと、うん、そうだよな、やってほしいよな、マツダファンじゃなくても俺なんかそう思うもん、はい、ロードスターにロータリーエンジン欲しい、はい、文句のつけどころがない、ないない、まあ、ザ・文句な2人ですけど、うん、文句のつけどころがない、ない、欲しい欲しい、でやっつけたいんでしょ、やっつけたいのこれをいいんだもんだってこの車、いいですよね、ほんといいよこの車、とても良い、はい、はい、ありがとうございます、とても良い、本日のカープライムはいかがだったでしょうか。お二人にも3台乗っていただきましたけど、土屋さんはいかがでしたか今回。いや、メーカーの意地を感じるね、この時代によくぞ生きながらえてくれた、本当ですね、
どのモデルにもなんかそれぞれの魂みたいなのを感じましたよね。やっぱこのメーカーたちだよな、すごいのは、うん、やっぱりみんな諦めて電気の方に行ってるわけじゃん時代は。そうですね。それでもこの時代にこういう車を生きながらしてくれてる、うん、ね、そこがやっぱこのメーカーたちのすごいところだと思うよ。うん、本当です、ね、買えるんだから今、うん、まさに、ね、買ってほしいです、買える時に。そうだから今我々がこの時代に生きてることがとっても幸せなの。実感しました今、ね、はい、俺ら の、 その子供たちとか孫たちってもうこれを知らないんだから。電気が当たり前になってるんだから、その時代って、うん、いい時代に生きてよ。本当ですね、うん、まだ死んでないけどねもっと楽しみましょう。そう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 、はい、谷口さんはいかがでした？そのね、この3台、今日はこのスイフトとロードスターと86という3台でしたけど、それぞれがちゃんと住み分け、あの自分たち の、 そのユーザー層をねちゃんと住み分けされてていいななんて思いました、うん、あのスイフトをあの楽しむ人たちもだったり、ロードスターロードスター楽しむ人たちだったり、86はまあ割とどこでも良さそうですけど、うん、でもなんかちゃんとね、あの予算が低予算で楽しめるスイフトでも結構ジャジャーまで走るし、うんうん、ロードスターは当然あのこのオープン2シーターで、まあ、あの1人で楽しむ2人じゃダメでした？いやあの違うんですよ、ライバルがいない方がいいなっていう。なるほど。あの自分の世界でこう楽しめる感じです、はい、ですし、まあ、本当ね、まあ、うまく住み分けできてて、あのみんな選ぶのにはあのどれを選ぶ、どれ選んだらいいですかって言ったら、それはあなたが決めてくださいって感じだと思いますよ、うん、はい、いやでも本当に三者三様の楽しいスポーツカーが未だにこうやって乗れるってことが本当に幸せですね。幸せですね、はい、ぜひ皆さんも視聴者の皆さんもいろんなスポーツカーで楽しんでもらいたいと、必ずしも高いスーパーカーがいいわけではないということはしっかりと伝えたい、うんうん、はい、この値段でもたくさん楽しめますよということで。それは Z とかスープラよりもこっちの方がいいってこと？いや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 必ずしもそっちの方がいいわけじゃないよとここにはここの楽しさがあるよと。あるあるある、はいはいはい、なかなかうまくまとめたね谷口君、うん、いやいや危ない危ないカープライムではこんな風に様々な企画これからもやっていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんこんにちは。カープライムはなんと LINE を始めましたね。皆さんぜひお友達登録してください。お願いします。